携帯？音が超リアルじゃないか。シャーリー。また高齢系か。病院か。怖いね。学校よりも怖くないか。絶対探してるやつあいつ、あいつなんでしょ、絶対に。だと思うけどね、俺は。でも探してるやつも死んじゃったんじゃないの。で、それがあいつでなんかいろいろ、そういう理由があってみたいな。何かしらちょっとあれなんじゃないのか。ん？鍵入ってる。開けられないかな。音低めにしてやったらなんかあれだな、なんかちょっと。なるほど、そういう類のやつね。これまた難しそうだな。これは難しいぞ。全部あれか、こうして。2回押せるか。失敗したら2回押せる。こういうの苦手なんだよ、俺は。おい、おい。よし、オッケー。キーボックスが開いた。エレベータートランク、食堂の鍵？なんかいっぱい手に入ったぞ。なんだこれ、ゲームセンターみたいな、なんか装置じゃないか。落とし物？ナースコール。ここだっけ？こっか。こっちか。開けられないかな。開けられないの。消火器でちょっとガシャーンってやってさ。まあ、いっか。後で行けばいいだろ。後で行けばいいのさ。ナンバーロックかかっている。バッテリー。多分いないべ。いないっつか。当分は。いやー、でも誰かしらまた来るのかな。そういう感じなのかね。誰かしら登場人物が出てきてみたいな。こう結構広くね。広いですね。壊れてるで開かない。お、食堂の鍵。よーし、いいぞ。始めようじゃないか。地獄の晩餐という名のパーティーをこれからあいつと一緒に始めていく。誰で？なんできた？なんだ？針金で開けられんじゃね？先んとこ。先にじゃ行くか、じゃあ。ババッと。音が怖いんだよね。てか、そう、音低めにしてたからさ、なんか曲もなんか低くなってしまったっつうか、なんか、非常にちょっと後悔をしている。どうにもできん。わしには。俺はもう非常に悲しみに包まれている。ブーン。よーし。ナンバー6のメモ。自分で見なきゃいけない。やっぱなんか4489。よし、オッケー、いいぞ。なんかサクサクじゃねえか。超サクサクだぞ、今日は。なんか4489だよ。こっちげえのかよ。ここじゃないのか、俺は。病院って嫌だよな。俺、病院好きじゃないんだよ、俺は。病院ってめんどくさいじゃないか。待ち時間長いし、みたいな。あの空気は俺は好きではない。もうできればなんかもうあれだよな。病院、もう病院にあれだよね。縁のない生活を送りたいもんだよな。あそこに血があると。違うんだったらもう行くしかないでしょ。ああ、こういうパターン。行くぞ。せーの、ほっ！せーの、ほっ！せーの、ほっ！悲しんではいけない。目を背けてはいけない。救済なのだから。本当だよ。何のことだよ。なんもないの？これ何？こっちだけ汚れてんだ、なんか。で、ここで、ちょっとやつが来るみたいな。何室ここ？ 205。あ、普通のあれが病室。ん？何何？え？あ、壊れてるで開かない。全然開かないばっかりじゃん。じゃあ、あれか、もうほとんどは入れない場所なんじゃないの？もしかしたら。こういう多分、でもなんかこういう、一個だけ入れそうなんだよな、こういうとこってなんかな。わかんないよね。おーい。
何っすここ、食堂デイルーム、デイルーム、マガジンラック、なんだこれ、ドリンクサーバー、うまそうだな。ここは、あ、なんだこれは、生きることは無駄ではないだろう。口を覚ますことができれば、うん、まあ無駄なもんなんてのはないよ、ないと思いますよ。まあ問いつつあれだよね、まあ人生で結構無駄だらけっていう、そういう、うわお、誰、おめえか、え、なんかさあれじゃね、大丈夫、じゃあ開けるぞ、はっはっはっ、これ死んでない、大丈夫、ええー、あ、超かわいそう、もう最悪じゃねえ、うわ、もう最悪、もう最低だよ、ふさげんな、ほんとに。腹の中に入ってる。戻るしかないじゃん、もう。なんだよ、もう。血まみれの鍵って何も最悪じゃねえかよ。誰がやったんだよ、これ。うわ。最悪だ。さっきの、ほんとに。タグは見えない。荒いってことか。はぁ。やつだったか、あいつだろう、どうせやったのは。それが今回の登場人物が何なんだろう、結構ちょっと狂気じみてるやつっつうか、なんかその可能性もありえるっちゃあるけど、ひどすぎだよ、もう信じらんねえな、ほんとね。俺もね、そういうことやれるやつの神経を疑う、ほんとに。なんかあるぞ、そこにも。これなんで、液体、やばい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 、なんか痛い、なんか痛いよ、今。喉に切らし、これ誰かいたぞ、今。ベッドを見守る。ベッドにはもう誰もいない。家族を見守るしかできなかった。誰だよ。ここにいるよ。今いたよ、だって。怖いよ。誰もいねえな。なんなんだ、一体。何っす、ここ。カウンセリングルーム。ふさげんな、こういうなんかもう悪趣味な病院って怖いね、やっぱ。なんか学校より病院の方が怖くないか、まあ、学校も怖いけどね、学校も怖いな、どっちも怖い。俺も全部見て回ったよね、あれ、切れ端一番上の鍵、だって鍵を高め、あ、でも使えるってことか、普通に刺せば。でもそういうことだね。いやだって、ね、猫自体だってさっき生きてたってことでしょ、ってことはやっぱあれだよな、最悪じゃねえか、ほんと。何回同じこと言ってんだ、最悪だよ、それ最悪だよ、ふざけんな。まだこうなってるよ、誰が閉じてんだよ、完全やわらしじゃないか。どっか鍵使えるとこあるってこと、戻ればいいのか、うい、誰もいねえぜ。ここもなんかあれだな、戦いの場所になりそうだな、なんか。一回戻るじゃん。はっ。寄ってやるよ。どこにいんだよ。バッテリー系とか、鉄パイプ持ってんだろ、お前は。鉄パイプどこ行ったんだよ、もう。あれ？全部見て回ったよね。おかしいな。どこ行けばいいんだ。完全に迷ってるぞ。ちょっと待って、今何持ってる？エレベータートランクの鍵、ナンバーロック、血まみれ。これ絶対使えるとこ、エレベーター？エレベーターあっても使えないんだべ。お、行きます、怖っ。お、なになになに、バッテリーが、あー、よしよし、 OKOKOK で、これであれだ、使えばいいんだ、よし、完璧じゃないか。今日はなかなか
やばい。おお。誰あなた。何やってんの。お前こいつ、こいつ危ないぞ。いや、こいつやばいやつだ。話せないの。いや、話せないぞ、こいつは。知らない人とおしゃべりしちゃダメだって言ったよ。26歳なんだ。へえ、やっぱそうか。20代後半だと思ったけど。野球を見ることかな。フラフィー。フラウィーみたいな、なんか、フロウィーみたいな。絶対やっぱこいつ、あーやっぱいい子って見せかけてのあれだな。やばいやつだな、こいつだな。わかんない。帰る途中だった。歩いてたけど、どっか行っちゃった？中に入った。全然来てくれない。学校に近い。きっと遠い。いや、おかしくねえか。本当に？いや。怖くないもん。ああ、怖いよ。ああ、行っちゃった。なんか嫌なあれだよな。なんだよ。な、今、ちょっとまだ読めないな、あいつの。いいやつなのか、ちょっと悪いやつなのかっていう。まだわからんべ。よし、使いなさい。さあ使え。よし、前だったらこう自動的になんかさやってくれたのにさ、なんか自分で今回あれだね、調べなきゃなんかできなくなってきてんじゃん。ちょっと待って、4489、4489、ほい。よし、この通路も怪しいね。あー結構広いぞ。思ったより広かった。女子トイレ。鍵が壊れている。こっちは扉開かない。お願い、置き去りにするのやめてください。いいえ、そんな。あ、なんか、おお、結構普通の部屋だな。現代の家族のあり方。うん、なんか椅子の上になんかあるような気がする。気のせいか。うん、はめられそう。パズル式の箱。アルファベットのピースを順番通りにはめて言葉を作る。へえ。あの言葉、一番好きな言葉。口にするだけで幸せな気分になる。なんだそれ。ブラッディヘルみたいな、そういう感じかなんか。隠されてしまった。見当がつかない。いたずらこの娘は叱る気にならない。うん。ヒントのメモ。フラワーイズグッド。ロシアハンド。ワイアドゥーハブランチ。君はこう。ナスアイコン。ノーか。アイコンじゃねえか。さらに近づいて。ああ、食堂とかそういう類のあれなんか、もしかしたら。フラワーイズグッド。一個目、ここじゃ、ここだろ。俺まず1個目で、ロシアハンドだからもうあれだろ、あれはどこだべ。ランチ、食堂にもあるよね。看護師さんは知ってるよ。わかんねえな。まあいいや。まあこういうのは片っ端から調べない限りは。カウンセリング、お、さっきのあれじゃん。鍵はかけられてる。ここ開けられないの。血まみれ。どうだ、ダメか。これ何？お、ハンマー！来たー。持ち歩きたくないよ。使い道がありそうな時に。なるほど。絶対来るだろ。持ってろよ。なぜ絶対武器があるのかっていう、ちょっと、面白いな。薬品保管。持ち歩め。開かない。こういうベッドも怪しいよな。ストレッチャーか。
おい、広すぎる。ああ、広すぎだろ。これじゃ捨てられたんじゃないの、もしかしたら。キャプテンアメリカ。俺も怖いね。怖くてしょうがねえ、俺も。お、一緒にいたい。お、なんだこれ。心強いよ。守ってあげるからね。マジで。一緒に言おう。これ何？一緒に行動するパターン。やった！なんかこれで全然あれだな。怖くなくなったな。よかったー。最高だわ。こんな、やっと、これであれだよ、ちょっと。3フィート。身長高えな。最高じゃねえかよ。これで俺もちょっと安心できるな。あかん、あかんなんて言っても意味ねえか。うん？なんか今日広いぞ。カウンセリングって、あ、でもこういうとこありそうだな。さっきのなんかナースのなんか。どちらこちらってやつ。おかしいところはない。絶対どなんかあるべ。一個ぐらいあるでしょ、こん中のなんか。これどうなの。おかしいところはない。絶対あるべ。一緒なのかな。でも絶対どれかしらなんかあるべ。いや、1個あるでしょう。3つも全く同じとかないと思うんだけどな。ないの？多分結構雑に探索してるからね、今。まあ、ここはじゃああれか。多分後で来るべ。これ絶対何もないって、何もないってことはないだろう。じゃああれ探さなきゃいけない。ピースを探さなきゃいけないのか、じゃあ。おう、3回。眼科。パイアル、あ、産婦人科、あれじゃね？それ怪しい。何っけ？あれ。これじゃねえ。ヒント。カモさんは知ってるよ。電話ちょうだい。お空に近づいて。電話ちょうだいとか電話があるとこだよね、きっとな。ピコピコリン。お、鍵。カウンセリングにもそれあれだな。あったな、そういえば。どこで使うか分かんない。鍵結構手に入ったべ。まあ、いっか。どんどん、こうやっていろいろ手に入れとくのはいいことだろ。あ、これまたあれじゃね？またこういうパターンか。診察だ、医療器具。基本何もないんじゃないかな。ちゃんと調べない限り。パッと見なんか光ってるとかしなければないと思うんだけどね。ん？暗証番号？うん。ここもじゃあ後で来るパターンか。おっ、お、これあれじゃねえか。お、来た来た。2個目。これフラグじゃねえか。これやばい。絶対やばい、これは。はぁ、一回でもセーブしたいぞ、これ。来るぞ。絶対来るぞ。開かないパターン。ああ、これであれか。ハンマーでぶち壊すパターンもしかして。ハンマーどっかあってんね。やばいやばいやばい、めっちゃ暴れてる。行かれちまったか。いけるいける、大丈夫だよ。心配するな。よし、
あれ二人いる。あいつ体力50か。守るイベントも出てくるんじゃないかな、もしかしたら。どこあったね。これよ。これしかないでしょ。これ以外ないでしょ。他にどうすればいいの。小さな鏡でしょ。はえどうやら丸が開かない。うおしいぞ。とりあえず3つ目。ここじゃ見てみる？なんかあるんじゃないの？何よ。俺の生まれた場所。後悔の場所。なんだ。病んでるな。怖っ。結局一人じゃねえかよ。行動すんな。ちょっとなんか安心したなと思ったら。まさかの展開。あ、ちょっと待って。一応ボード見るか。なんもない。なんもなしそうね。なんもなしそうね。開かない、開かない。カウンセリングとかそっちの方か、じゃあ。一回戻んなきゃダメかな。戻るか、じゃあ。でも先にあれか、こいつ助けなきゃダメだよな。これどうにかできないの。あれ？ここがあれだっけ？あ、こっちあれか。女子トイレか。ここは。怖っ。怖っ。怖っ。これ何？コンクリートの範囲が落ちている。クルセも向こうに行ける。あ！これだ。やっと来たか、もう。やっぱ一人。俺もちょっと一人怖いですからね。早くと、なんか探索しなきゃダメなのかなと思ったけど。まだいろいろ行ってない場所あるからな。カウンセリングルームとか。だからそこを考えたら先に、やれる。はぁ？はやばい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 。早く行かないと。早く。バーガー早くしろ、もんな。もう、くたまると言わないだろ、お前。壁から離れてる、お前。てか、もうやばい。絶対いる、これ。絶対奴がいる。は？どこ？何やってんの？こっち来ないで。あったのか、もしかして、こいつ。あいつに。あいつがいたんだろ、きっと。そしたら。男の人立ってた。うわー。やっぱりあいつか。見つけた？これ絶対まだいるだろう。待っててって言った。迎えに来てくれる。いや、来ないだろ。じゃ来るわけないじゃなくて。こんな状況だってありえないだろ、だって。来るわけがね。男の約束。いいね。こういう男同士の約束ってやつだな。好きだぞ、俺こういう。虫さんがいる。なんで？ここの水危ねえだろ。出れんの？ああ、そっか。開かないってのおかしいよな。まあ、とりあえず戻ってきてくれてよかったよ。で、あと3つだべ。3つと血まみれカウンセリング小さな鍵。まあ一応戻ってみるか。じゃあ1個1個で、これも
ピースも手に入れつつ、お部屋どこで食べる、これはまあわかるべ。電話状態、電話状態 OK。 手も OK だべ。洗う、電話 OK。 おそらはわかんないでしょ。看護師さん知ってる、話的看護師さん知ってる。ここなんだっけ、ここはなんかあれでしょ、ナースコールのランプ、ナースコール、あ、ここじゃね。あ、絶対怪しい。ナースコール、え、ここじゃないの。だってな知ってるってことは、看護師さん知ってる、ここじゃあれ、怪しくねえか。落とし物、ん、ガラクタ、お、よっしゃ、一個来た、これよし、オッケー。で、このどっかに1個あらず。食べるとこ結構広いな。範囲が広いな。調べる範囲が広すぎる。こういうとこじゃね？どうだい？コップがある。ん？俺来た。で、次カウンセリング食べ。よし。かなりいい感じよ。よし、ここだ。よし。あー、なんかいる。なんかいるな。普通になんか普通に佇んでるよね。ふっ。で、いなくなるみたいな。気のせいではない。メンタルケア。スケジュール表。絶対ある。あ、なんかあるぞ。410?ラインされた体力の低下から、A の記憶、見捨てられたと勘違いし、これフラフィーか。え、これあれじゃないの、デイビッド、もしかして死亡後、あ、死んではいないからこう伸びた。よくあることなのかもしれんな。精神科の鍵、精神科ってどこよ。あー、あっちの方がまた。あっち側だな。一階の、あれだ。ここだろ。ほら来た。よし。行くぞ。普通に首つってるぞ。ジョン・スミス。俺を追ってくる。あいつニヤニヤ笑っている、嬉しそうに笑ってるのさ。あいつから解放される。誰の後ろに立っているんだから怖いな。ふん、なんかないの、ここに。ベッドトラッシュボード、ベッドトラッシュボード、ん？なんかのあれだろ、これさ、あのあれかな、あの右側のトラッシュボード。あ、上がった、多分上がったぞ、多分上がった、多分順番にやるんだな。23、ベッドトラッシュボード、ベッドトラッシュボードだべ。ね、あの場所が分かんねえな。あー、そこも見るべきだったか。ベッドはここだよ。ここでしょ？ほら。え？触ってみる。ちょっと待てよ。怖いな。なんか絶対あるだろ。ベッド。下を見る。7。あー、そこに暗証番があるのか。ベッドトラッシュボード、間違えた、そういうことか。
3、こちらだっけ。トラッシュ、トラッシュ、トラッシュ。よし。よく探す。最初4だったっけ ?4。1、4、1ね。4、1。忘れそう。絶対忘れるべ。で、暗証番号のとこあったじゃん。そこ行けばいいんだ。4、1。ボードってこれ?違うな。ん?これか?あっち?これか。剥がす。剥がすっていうか。ん?違う。おい。416。よし、OK。416。ここだっけ?ちげえな。よし。来た。416。は?順番が違うとか ?1、4、6。6、1、4。あれちょっと待ってよ。4じゃねえし。7か。716かじゃ。なんで4つったんだ俺は。こうか。よし、OK。これはなんだね。降りれない。どこに通じてんの?消火器。固定されている。ここに来てあれだな。でも、これまだ使ってないんだよね。消火器は?どうすりゃいいんだ?全然わかんねえぞ。あら?ん?あ!小さなこれ、ここのかな。お!やった!薬品保管庫。これ、あれだっけ?地下だったっけ?よかったー。恐ろしいぜ。やめろ!お前、そういうこと言うの。これあれじゃん。またあの、なんで、てか、なんでこの歌知ってんの?ママが教えてくれた。マザーグースのやつだから。あ、そっか、一般的なあれか。好きじゃなかったな。悲しい歌。曲がったものしか周りにない。曲がった人生観みたいな、そういう感じかな。お、来たんじゃないか。飲んでたやつ。壁に穴開けやがった。溶化水素、鉄をも溶かす酒でも。あーってことあるじゃないか。あー、なるほどなるほど。探せばいいんだそれ。よし、僕がこれか。どれだ。お、よーし、いいぞ。じゃあこれでいけばいいんだ。ふぅ、さっと行こうぜ。ん?よくやるよな、ここまでね。面白いな、理科の実験。理科の実験、俺ももう一回やってみたいな、なんかね。ああいうのやる機会ないもんね、なんだろう。そういうのがいろいろ、ものが揃ってみたいな。危なそうだね、ここ。穴が落ちてるよ。なんだあれ。
怒ると怖いよな、デイビッドの。優しそうな顔してんじゃん。あれ、意外とあれだな、絶対来ると思ったんだけど。精神科医自殺、あれかさっきのやつ、それだけ。あ、なんかあると光ってるね。あ、登ればいいのか。登る登る。おーし、来た。全部揃ったんじゃないこれで。あ、これで並び替えればいいのか。もう一度これで揃ったな。あれ、これどっから入んの、どっから戻んの。あれ、どうだ、こっちか。おおおお、あれおーい、びっくりさせんなよ、まったく。どこどこ、ここか、ここここね、オッケー。よし、もう来んなよ、誰も来んなよ。そろそろ来るでしょう。だって、こなす、全然来てないもん、だって来るに決まってんじゃん。うわー、さあ来るぞ、間違いない。いる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 、おる、いないよ。あ、どこにいんの。あ、いた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 。何やってんのあいつ。何食ってんの。ノコノコの甲羅とか食ってんのか、お前は。なんつってんだろうね。お前近づくね。何見てんの、近い。バーン、もう何やってんのよ、もう。こんな近づいてるから、お前やばいぞ、やばいぞ。フラフィンやばいじゃん。とりあえず逃げとけ。やばい、早く早く。どこ、チャリでめまいが。栄養ドリンク飲め、お前。 D にもらったやつ、 D にもらったやつ。あれ、よし、飲め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 、飲んどけ。よしよしよし、いいぞ、これいいか。全然よくね、何も解決してない。どこ、やばくね、やばいぞ。あいつどこ行った。あ、いた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 。どうする、早く行かないと。とにかく止めないと。15秒、何15秒って、もう行くしかないでしょ。うっすー、やっほー、早く。おいなんだよこれ、ハンマー、ハンマーか、ハンマーを使うか。あ、でも持ってないっけ。これテンション高すぎだよ。一体何がそんな楽しんでる。人生を満喫しておるな、こいつは。消火器も怪しいな。消火器ちょっと調べてみるか、後で。これ何をしてるんだ、まったく。危ないって分かってんのに。手なんかでも見つかんなそうだ。ダメ、もうちょっと外、外出るべきだったろう。15秒か。15秒ってことは結構時間短いからね。ってことは、あの、電話呼ぶ？ダメか。消火器じゃないの？ソファとかさ。じゃやってみようぜ。やることやってみようと、多分どうせ入れないべ。
15号じゃ短すぎ、短すぎんもんな。次、これ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 どうよ、どうよ、これでよし、いいぞ、ぶちまけろ、離れろ、くらえ、よし、いいぞ、よし、オッケー、逃げんのかい、焼き尽くされてもっかい来たのか、地獄の炎に焼かれろ。まあ大丈夫っしょ。やばそうだな、結構。悪くない。やばいやばいやばい、倒れる？ああ。倒れてしまった。おい、あ、なんだ、よく来なかったな。ん？どうした？あ、もう出ようぜ。ここにいてもしょうがねえだろ。絶対おかしい。それもおかしいな。どういうことなんだ。ドキドキ見つけられればいいんだな。よし、行こうぜ。まあとりあえずあれか。うん、まあ多分これで当分は出てこないだろう。どこ行きゃいいんだろうな。あれか、一応もうピース揃ってんのか。 M、 これ何、組み合わせるってこと。血まみれの鍵使っているな、まだ。そういえば、うん、でもあともうやること多分ないべ。ないのかな。どこだっけ、あの部屋。行こっか。よし、さあできたぞ。 YALFMI、 I じゃねえ、 M か、 IM か。単語作ればいい。左からはめる。何が使えるこれで。F、M。案外フラフィーとか、そういう単語、F 言ってみるか。ラ。あ、違うか。足んないよな。足んないっつうか、違うよな。多分単語自体が違うな。フラ。これやったら、うん、そうだよね。フラ。絶対違う。フレーム、フレーム、フレーム、ミア、アイアム、アイアム、ワイ、ワイ、LA、M。わかんねえな。家族のあり方、家庭枠のすべて、家族。あ、あれじゃね？つまでや。お、ちょっと待って、いけんじゃねえこれ。ちょっと待ってよ。待ってくれ。よし。もしかしたらいけるかもしれん。あ、それだ、これだ、やっぱこれだ。よーし、いいぞ。来た、これ。来た、これ。そういうことか。よーし、
どうだ。あ、いた。ファミリーか。金庫の鍵。よーし。何が入っている？リボルバー。戦うの？ガチじゃん。5、いくつかある。はん。え？マジか。またおめえかよ。早く！早く！早く！こっち来い。よし。撃て。ああ！やっぱ追っかけてんな。やられちゃう。あいつどこ行った？場所的には、あそこだと思ったんだけど、食堂だと思ったんだけど、いなくね？どこ？こっち？屋上かな？おーい！どこ行った？こういうとこいないよね。ちょっと待って、待って。早くしないと。やばい。どうだ。直感を信じよう。多分あいつは、あっち側行ってないはず。あ、でも階段降りた可能性もあるか。でも一応行ってみるか。一応行くだけ行ってみよう。階段降りてって、なんか変なのあったじゃん。なんか椅子がいっぱいあるとこ。あそこ行った可能性もある。が、あいつ俺はちょっとここ、最初に行ってみるか。およし。これなんで狙ってんだ。よし、来い。なんだ。やっつけるから。よし。マジか。やってやるよ。よし、いいぞ。こうか。よし。てか、危ない、お前。めっちゃ危ない。よし。ダメだ。目立つ。はい。どうよ。いった？どうだい？危ねえ、当たったらどうなんだよ、これ。落ちた。え？当たった？大丈夫か？どうして？おい。マジで？こんな別れ方すんの？知られなくなったわけなんだ。まあね。落ち込んでんぞ。大丈夫かお前。フラフィ大丈夫かよ。落ち込んでんの？もう。出ていいのか？
外来島ってどっちよ。ガイラトでどこだっけ。声がどっからの声だ。あ、ドアが開いてる開いてる開いてる。ちょっと待って、大丈夫か。これやばい予感しかしねえぞ。何ここ。誰